久保さん、なんお金のライブしてるらしいじゃないですか。はい、まあ、そっか、年末売りますからね、伏線貼っとかないとね。<laughs> うんまあ、でもね、あのビジネスで大事な要素はいろいろあるんだけども、まあ、前提条件として、あのただやったっていう人が多いんですよね、結構。うん、前提条件としてはあ、稼ぐっていうことですね。何のためにやってるのか、稼ぐためです。だ久保さんが 前なんか、その、なんか言われたのかなその、まあ俺、僕もなんかちょろっと言ったような気がするんですけど、そのアクセス稼ぐためでしょみたいなね。動画、そういう動画撮るのはアクセス稼ぐためでしょみたいな。いや、アクセス稼ぐために動画撮らずして何やんだみたいなね。<laughs> うん。まあもちろん僕と久保さんに関しては、まあ動画の量も多いので、まあ別にね、その、アクセス稼ぐための動画しかやらないっていうことは、 ないんですよ、ね、この動画のシリーズに関してもあのそんなにアクセス稼ぐ必要性ないですよねただね僕ね思ったんですけど久保さんがこの億万長者合宿マトリックスのカスタムサムネイル多分これ作ってると思うなんだ多分ねおそらくねこの今までそのスクショをあの入れてなかったはずなんだけどこの億万長者合宿マトリックス ですよねこれなんで入れたのかっていうと僕の考察なんですけどもあのマトリックスがね映画は出るんですよ <laughs> って映画で出るんですよね <laughs> なんでまあ僕の見解ですけども億万長者あのマトリックスの映画が放映される直近マトリックスの映画ってん月12月ぐらいでしたっけ多分その関連動画もしくはそれマトリックスのあれに反応させるみたいな あの意図があるんじゃないかなと思うんですよね。マトリックス、あ、12月17、来月ですね。1ヶ月後ですね。マトリックス・ザ・レクションズ。レクションズ。マトリックス・レザ・レザ・レクションズ。これ、億万長者合宿レザ・レクションズにしましょうか、次。ね、久保さん。ちょっとね、予定変更しよう。 これ次のシリーズも次のシリーズちょっとねもうタイトルあったんですけどこれにしようこっちはなんか良さげですよねまあでもこのシリーズが終わるのが今200本ぐらいでしょまあちょっとトレンドは無理だけどねまあ来年にはいけると思うんで来年中にはレザーレクションズ奥満長者合宿レザーレクションズにしましょうね 億万長者合宿、レザレクションズ。まあちょっと記載しときます。これか。リターンズ、マトリックス。これか。億万長者合宿。えー、次ね、ビヨンドのはず、ビヨンド、する予定だったんですけどね。ビヨンド。レザレクションズにしましょう。 これどういう意味なんだろうね。まあいいや。レザレクションちょっと忘れないようにこれちょっと記載しておきます。億万長者レザレクションすどうですか、久保さん。これでいいんじゃないですか。<laughs> 次のシリーズ。はい。まあ、ということで、まあ稼ぐっていうことをね、前提に、えー、やるってことですね。 YouTube でやるんだったら、再生数ゼロのままだったら、それは集客できないですし、稼げないですよ、1円も。ゼロのままじゃね。だから、自分の目標値ですよね。これぐらい稼ぎたいっていう目標値に対して、どれぐらいの顧客数を獲得したのか。で、その顧客数を獲得するためには、どれぐらいの再生が必要なのか。YouTube でやるんだったらね。 で、あとは、コンバージョン。制約率はどれぐらいなのか。獲得した、えー、顧客リストに対してのセールスをかけた時のコンバージョンどれぐらいなのか。上げるのか下げるのか。上げるためにどうすればいいのかっ。っていうのをやるだけですね。うん。はい。いってらっしゃい。